笠森稲荷は、大阪二日月市にある稲荷神社と、そこから誕生された神社である。笠森稲荷神社、笠森神社とも呼ばれる。笠の訓読により、草兵の神として信仰された。大阪二日月市西間上七の五にある稲荷社。祭神は、宇が玉神。創建の年月は不明だが、地元の豪族、龍氏が若竹彦命と鴨別名を祀って、 創設されたと伝えられる。中世以降は、この地の領主をしていた真上氏の数計が扱ったと、される。笠森は、草上に通じて、草併油から、皮膚病、梅毒に至るまで霊言があるとされ、江戸時代後期には各地に広まった。病気併油を祈って、土の団子を備え、治癒すると、米の団子を備えることが習わしになっている。境内には、 無垢の木の古木があり、高月市の保存樹木に指定されている。開門日、毎月1日、5日、15日、25日開門時間、8時 -17、00、江戸では、谷中、小石川などへ勘定された。勘王寺の卓中、伏線院境内にあった稲荷社。境内、または門前にあった、水茶屋、鍵屋の看板娘、お染が有名であった。 明治に入って、副仙院は、廃寺となり、稲荷社は、東映山寛英寺の死院である、領主院へ潜座した。後には、明治二十六年に、九毒林寺が建立され、境内に改めて、笠森稲荷が祀られている。後に、小石川五百円となる地に誕生された稲荷。社。今日は三年に、大円寺へ潜座し、明治に入り神仏分離によって、稲荷社を、本寺仏、 草守る役を菩薩として祀った。ありがとうございます。